こんにちは、ダイレクトナッチラジオの広島です。今回はソロピアノの時の左手のコードの押さえ方を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。同じコードでも弾き語りの時のコード、そしてソロピアノの時のコード、バンドスタイルでのコード、同じコードネームだったとしてもやはり押さえ方が変わってくるところがポイントになっていきます。そしてこのソロピアノの時のコードの押さえ方、基本的に左手でコードを押さえていくわけなんですが、ここがですね、ちょっと何を押さえてるかよくわからないっていう方が結構いらっしゃいますので、まずソロピアノの時の左手どのようなことをやってるかというのを一度ご覧ください。今の演奏を見ていただくと、左手がコードを押さえてたのはわかると思うんですが、一つ疑問に思った方も多いと思うんです。それはどういうことかというと、コードのルートを弾いていないということなんですね。ですので、ちょっと頭の中が混乱するようになっていくんですが、これはどのように考えているかというのをやってみたいと思います。ではですね、今回はメジャーコード、そしてマイナーコード、そしてドミナントのセブンスコードに分けてやってみたいと思います。まずはですね、メジャーコード、Cメジャーセブンスコードからやってみたいと思うんですが、これ今右手でCメジャーセブンス、C、E、G、B というふうに弾いているんですが、これを左手で押さえるときどうするかというと、通常こう弾くんじゃないかなって考えるかもしれないんですが、実際はこうは弾きません。実際に左手で弾く場合、このように弾くんですね。右手でルートを鳴らしてみると、サウンドしているのが非常にわかると思います。ただし、この E、G、B、D だけを見るとですね、これは E マイナーセブンスを押さえているんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まさにここがポイントで、C メジャーセブンスの時に、ルートレスボイシング、ルートを弾かない、ルートレスボイシングですね。ボイシングとして弾きます。そうすると、まずは今弾いたように E、G、そして B、D、このように弾くと構成音的に3rd、5th、そしてメジャーセブンス、そして 9th という音になっているんですね。この押さえ方をタイプ A というふうに呼びましょう。タイプ A というのはサードから始めるものをタイプ A と呼びます。そしてタイプ B はどうなるかというと、今度はメジャーセブンスの B から始めます。 B、D、E、G と、そうするとメジャーセブンス、ナインス、サード、ゴドというふうになります。面白いですね。ルートをこのように鳴らすとタイプ A が、そしてタイプ B という押さえ方になっていきます。これがメジャーセブンスのルートレスボイシングになります。ではこれを C メジャーセブンスではなくて他のメジャーセブンスでやってみましょう。例えば F メジャーセブンス、普通にまず右手で弾くと F、A、C、E となりますね。この時に先ほどの考え方を応用すればいいので、今見ていただいて分かるように C から見て E までは3度上ですよね。
タイプ A のボイシングを見つける簡単な方法は、3度上のマイナーセブンスというふうに考えればいいんですね。そうすると、F メジャーセブンス、これのルートレスボイシングのタイプ A は、F のサードは A なので、A マイナーセブンスを押さえればいいわけですね。A、そして C、E、G、ルートを F で弾くと、バッチリですね。同じくタイプ B は、メイジャーセブンス、ナインス、サード、5度。このような押さえ方になります。もう一つぐらいやってみましょうか。じゃあ、A フラットのメイジャーセブンス。右手で押さえると、このように A フラット C、E フラット G となっていますね。これの左手のルートレスボイシングのサードから押さえた場合、 A フラットのサードは C なので C マイナーセブンスというふうに考えるんですね。そうするとバッチリですね。これがタイプ A。 そしてタイプ B はメイジャーセブンスからメイジャーセブンス、ナインス、サード、フィフスというふうに考えて、G、そして B フラット、C、E フラットと、このようになります。これがメイジャーセブンスのルートレスボイシングになります。では次はマイナーセブンスのルートレスボイシング。やってみましょう。C マイナーセブンスでやってみますね。通常右手で押さえるとしたら C、E フラット、G、B フラットになってると思います。さあ、これを左手のルートレスボイシングでやっていきたい場合、押さえ方としては E フラット、G、そして B フラット、D、E フラット、G、B フラット、D。これがタイプ A ですね。さあ、これを見ても気づく方はすぐ気づきますよね。左手だけで見ると、そうです。E フラットメイジャーセブンスのように見えるわけですね。ただし、これは C から見るとフラットサード5度、そしてフラットセブンスナインスというふうになっています。ただ考え方としては、単三度上ですね。単三度上のメイジャーセブンスコードというふうに考えてあげれば大丈夫です。ですので C の単三度上は E フラットなので E フラットメイジャーを押さえる。かっこいい音ですね。というボイシング、これがタイプ A、 サードから始まるボイシングですね。ではタイプ B やってみましょう。タイプ B は同じように今度は7から79、そして35。タイプ B は B フラット、そして D、 そして E フラット G というふうに考えます。フラットセブンス、ナインス、そしてフラットサード、5度。非常にいいサウンドですね。これがマイナーセブンスの左手のルートレスボイシングになります。もう一度タイプ A から。E フラット、G、B フラット、D、ターンサウンド上のメイジャーセブンスというふうに考えて、そしてタイプ B は B フラット D、E フラット G。 構成音としては7935というふうに考えてください。これがマイナーセブンスの左手のルートレスボイシングになります。ではですね、他のコードでやってみましょう。じゃあ F マイナーセブンス、右手で押さえるとこのような形になりますね。では左手でルートレスボイシングタイプ A からいってみましょう。タイプ A は単3度上 A フラットなので A フラット
とメジャーセブンス、 A フラット C、 E フラット G、 これを押さえて一度右手でルートを鳴らしてみましょう。かっこいいですね。ではこのままタイプ B いってみますね。タイプ B はルートを見つけて全音下のセブンスから7、9、3、5というふうに押さえてみます。これがマイナーセブンスのルートレスボイシングになります。それでは最後にドミナントコードをやっていきましょう。 C7 通常普通に押さえると CEGBB というふうに押さえるんですが、左手のルートレスボイシングの時にこうは押さえません。基本的に今の形をそのままやるとしたら E、 そして G、 そして B フラット、そして9スを足す感じに考えると思うんですが、この5度の音、これをサーティンス、5度の全音上にするとサーティンスになるんですが、このように押さえます。そうすると E、 そして A、 そして B フラット D、 これがタイプ A のボイシング、サード、そしてサーティンス、そしてフラットセブンス、ナインスという押さえ方、ルートを押さえて非常にジャジーでかっこいいですよね。同じようにタイプ B ですね。タイプ B、 今度は7から始めるので B フラット、そして D、 そして E、 そしてトップでも13、7、9、3、そして13と7、9、3、そして13、バッチリのサウンドですね。このようにセブンスのところでは5の代わりに全音上の13を使うというふうに覚えてあげてください。これでドミナントセブンスの左手のルートレスボイシングができました。同じようにじゃあ C7 ではなくて F7 でやってみましょうか。 F7 の場合は今度は A ボイシングは3、そして3579をまず作って5を見てから5の前後上というふうに考えると早いと思います。そうすると A、 そして D、E フラット G、 これがタイプ A、 そしてタイプ B はセブンス、そしてナインス、サード、そしてサーティンス、このように押さえていきましょう。という押さえ方になります。それでは本日のまとめをやっていきましょう。ソロピアノなどで重宝する左手のルートレスボイシング、今回は3種類紹介しました。メジャーセブンス、そしてマイナーセブンス、そしてドミナントセブンス。 C メジャーセブンスの場合はルートを弾くわけではなくて3度上なので E から始めたマイナーセブンスというふうに考える、これがタイプ A。 わかりにくいときは一度右手でルートを弾いて鳴らしてあげるとサウンドするのがわかります。そしてタイプ B は7、9、3、5、BDE、 そして G、 これがタイプ B のルートレスボイシングになります。そして2つ目がマイナーセブンスコードですが、マイナーセブンスの場合はこれが通常のマイナーセブンスの押さえ方なんですが、ルートレスボイシングの場合は単3度上、 E フラットを見つけて E フラットメイジャーセブンスを押さえます。これがタイプ A のボイシング。そうすることでフラットサード5度、そしてフラットセブンス9ス、
という構成音になります。同じく B ボイシングは7935ですので、 B フラット D、 B フラット G と、これもとてもかっこいいボイシングですね。これがマイナーセブンスになります。そして最後はドミナントセブンスなんですが、このように C7 をこのまま押さえるわけではなく、5度を全音上の13スに変えて押さえるというところがポイントなので、サード、そして13スフラットセブンス9スというふうに考えてください。これがタイプ A。 そしてタイプ B ですが、セブンス、ナインス、サード、そしてサーティス、 B フラット、 D、 そして E、 そして A と、このように押さえていく、これがポイントになっていきます。いかがだったでしょうか。左手のルートレスボイシング、最初はですね、なかなか難しいかもしれないんですが、このルートレスボイシングが分かってくると、右手でメロディーを取りながら左手でルートレスボイシングを弾いていると、何のコードを弾いているかというのがパッと分かってくるんですね。これが頭の中で全部左手がルートを押さえているという風に考えてしまうと、コード進行を間違えて取ってしまうんですね。ここがポイントです。ですので、ソロピアノをやるときに、もちろんルートを弾く左手の場合もあるんですが、どうしてもですね、それだと広がりが出ていかないので、この左手のルートレスボイシングという概念、ぜひ覚えて弾けるようにしてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など、一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。